えられて勝利から勝利へと出かけていったというその黙示録、聖書のヨハネ黙示録の6章の2節3節の御言葉を今年捉えて進んでおるわけです。はい、白馬、白い馬に乗った方、それはキリストを意味しておりますが、イエス様が手に持っている弓矢、はい、弓矢は何であるかというと、はい、それは教会のこのインターネットによる全世界の礼拝を発信放送しておるということです。はい、これで全ての人が、はい、キリスト様の言葉を、十字架の言葉を、はい、信仰の言葉を聞いて信じて救われるようにということを、はい、このリバイバルの働きにしておるわけです。すいません、はい、ということで、はい、今日は最初に浦部伝道師から、はい、メッセージを伺います。おはようございます。では一箇所聖書を開かせていただきます。第一コリント、新約聖書の第一コリント15章第1コリント15章3節から8節、第2版ですと340ページ、教会にある聖書ですと310ページくらいでしょうかね。310ページ。ではこちらの方で読ませていただきます。すいません、15節の3から8。第1コリント15章3節から8節。私があなた方に最も大切なこととして伝えたいのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書の示す通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書の示す通りに3日目によみがえられたこと、またケパに現れ、それから12弟子に現れたことです。その後キリストは500人以上の兄弟たちに同時に現れました。その中の大多数の者は今なお生き残っていますが、すでに眠った者もいくらかいます。その後キリストはヤコブに現れ、それから人たち全部に現れました。そして最後に月足らずで生まれた者と同様な私にも現れてくださいました。一言お祈りさせていただきます。愛する天のお父様、主がこのところにいてくださることをありがとうございます。あなたご自身が語ってください。イエス様の名前によってお祈りいたします。アーメン。さっき牧師もちょっと話していた、礼拝の前に話していたんですけど、最近なんか天使のような人に会うことがあるんですね。先日牧師が雫石に映画会に行くときに電話がかかっていました。で、タイヤがパンクしたって言ってかかってきて、今来てっていうふうにな電話が来まして、大雪乃さんたちはちょうどあの友達農家さんと遊んでいましたので、それを探しに出かけて、それからそこに向かいました。でだいぶ経ってから行ったんですけれど、でどうなってるかなと思って、あイエローハットの人に来てもらう、ここまで来てもらえるかなとか、ジャックに頼んだら高いよなとかいろいろ考えながら行ったんですけど、そしたらそこの言ったところに到着しましたら、牧師は立ってまして、2人の男性が一生懸命なんか作業してるんですね。でちょうどそこにラーメン屋さんの前で牧師が泊まってたんですけど、そしたらラーメン屋さんのその2人の店員の店主と店員か分かんないんですけど、の人が必死でタイヤの交換をしてくださっていまして、結構面倒くさいタイヤだったみたいなんですけど、それを見事に取り替えて、まあタイヤ本当にめちゃくちゃになっていて、あタイヤが事故にならなくてよかったなと思ったんですけれど、この人たち呼び出して頼んだのって言って牧師に聞きましたら、いや向こうから来てくれたんだっていうふうに言って来てくれて、結構力がいる作業だったんですけど、それを一生懸命汗かきながらヒーヒー言って2人でやってくださって、でまたいつかお礼しますって言って、私たちもジュースだけ差し上げて帰ってきました。で今週、先週はその1階から2階まで重いコピー機をちょっと私もあげなきゃと思いまして、まあやれる人はいるかなと思って、そんなにいないなと思って、その時藤森兄弟もここのワックスがけのために誰か手伝ってくれる人って
森兄弟が快く快諾してくださったので、その時にじゃあやろうと思いまして、そしてよしこ牧師と4人でじゃああげましょうって言って4人でちょっとコピー機をあげました。そしたらよしこ牧師はちょうど腰を痛めてたところでってすごい顔をしたんですね。で他の3人はまあ普通の顔して、ちょうどそしてよしこ牧師のとこが重かったらしくてこんなの無理だって彼女が言いまして、で他の人はできるんじゃできるかなと思ったんですけど、でそんな感じでごちゃごちゃやってましたら、30前半ぐらいの屈強な男性2人がつかつかつかっとやってきまして、手伝いましょうって言ってくださったんですね。迎えで工事してた方が遠くから見てたらしくて、見るに浮かねて手伝いに来てくださって、で階段を上げるときはその2人の方がメインでやって、私たちは周りで手伝うっていうかサポートみたいな感じでやって、よしこ牧師の腰をおかしくすることもなく重いコピー機もらったもので使えるかなと思ってたんですけれど、それを持ち上げて無事に速やかに移動することができました。でその時によしこ牧師がしばらくして2人は天使だったんじゃないかなとかっていうふうに言っていました。でそれで思い出したんですけど、ちょうど裏の一部屋をちょっと電気工事が必要になりまして、まあどうしようかな、でも面倒くさいこと人業者を探したり面倒くさいなというふうに思ってまして、ちょっと来年にゆっくり伸ばそうかなとか私がうっすらと考えてましたら、その裏でちょうど晴山さんと会ったんですねご主人とそしていろんなお話をして、その中で何かありますかっていうふうにおっしゃってくださって、で実は電気工事のことがって言ったら、あじゃあ捨てる業者もいますのでご紹介しましょうかって言ってくださったんですね。それから、まだ話は途中なんですけど、私もちょっと諦めていたのがもう一回スタートすることっていうか、今そのために動くことができていて、ああすごいなって、この人も神の使いかなって私は思ったぐらいすごく感動しまして、それぞれなんて言うんでしょうかね、いろんな時に神の使いになったり、またその時はもしかしたら天使だったかもしれませんけど、そういうふうになことがあると思います。で先日私はデイビッド・テイラーさんの裏に後ろにある人の集会に出てきたんですけれど、その方が言ってたんですけど、みんな結構天使に会いたがるんだけどイエス様に会いたがらないとかっていう言葉がありまして、天使に会いたい会いたいって言って言うけど、本当はイエス様に会うのが祝福なんですよっていうことをおっしゃっていて、ああそうか、私たちは、もしかしたらいろんなところで天使で会ってるかもしれないんですけれど、イエス様に会うことは本当にこの人生の中でも最も大切な祝福の一つだということを、このデイビッド・テイラー氏のと本を通して私は本当によく学ばされました。その人を集会に行ったんですね。で行った時は、こんなもんかっていう感じでだったんですけど、本を読んだら、あすごいなっていうふうに、この人本当にイエス様と深く交わってるなっていうのが分かって、行って、ただで本をもらったんですけれど、その祝福は本当にすごい祝福だったなと思って、今になって神様に感謝してもしきれないところがあります。でそのデイビッド・テイラーさんの本当に生涯のこのメッセージは、イエス様と顔と顔を合わせてお話をしましょうって、御顔を主体求めなさいっていうメッセージでして、で皆さん会ったことがあるかわからないんですけど、顔と顔を合わせて会った方は多分まだいないかも、ね、今会ったことありますか、会ったことあるかはちょっと分かりませんけれど、私も会いたいなというふうに本当に思っています。でも皆さんね、多分イエス様に出会ってるんですね、何かしらで、ね、それじゃなきゃね、教会に、ね、来たりね、クリスチャンになったりねしないと思うんですね。イエス様に出会うっていうのは、顔と顔を合わせれれば一番いいんですけれど、多分メッセージを聞いてとか、皆さんの誰かのお証しを聞いてとか、本を読んでとか、
まあ、映画を見てでもいいですけれど、何かしらでイエス様に触れたんだと思いますね。だから皆さん、イエス様に会ってないとは言えないと思いますよね。どっかで会ったんじゃないかと、声を聞いたのか、何か触れたのかもしれませんし、とイエス様に出会わなければ明確にイエス様を受け入れることはできないと思いますので、何かを言葉を通してかもしれませんし、メッセージを通してかもしれませんけど、何かしらでイエス様に出会っていらっしゃるんだと思います。で、私も高校生3年生の時にイエス様に出会ったと思います。それは何回もお話をさせていただいていますけれど、本当にその時期自分がどうしたらいいのか分かんないというか、学校にも行けないし、人間関係もうまくできないし、人生を真っ暗だというふうにすごく自分の殻に閉じこもっていた時期がありまして、でいつも私はその時いろんな悩み聞こうとする人に言ってたんですけど、私は今どん底にいますという感じで、ピエロ、私はピエロだとかそういうことを言ってたんですけど、その中である聖書の御言葉、ローマ書8章20節節の、私はどのように祈ったらよいのかわからないですけど、御霊様も同じように深い目気を持って私たちのために取りなしをしてくださいますっていう御言葉をこの読んだ時に、はっとね、なんていうかしたんですね。私は今どん底にいると思って、こうずっと上を見上げてたんですね。上を見上げてたんですけど、イエス様か誰かわかんないんですけど、下を見なさいって言われたんですね。で、下を見たらそこにイエス様がいるっていう、幻とまでは言えないです、顔見てないので、でもイエス様が下にいるっていうのが分かって、あ、私がどん底にいたと思ったんだけど、その下でイエス様が私を支えて祈って愛してくださってるっていうことに、その時に初めて気がついたというんでしょうかね。すごい例にと働く、そういうイエス様との出会いがあって、その時本当に今度、あ、イエス様が私を愛してくださってる、またいろいろ傷ついた心も癒されるっていう体験をさせていただきました。で、皆さんは、こうやって教会に来たりしているので、まだ心がすごく柔らかい方なんじゃないかなと思います。イエス様と顔と顔を合ってなくても、こうして教会に来ているということは、本当にこの求める心っていうんでしょうか、開かれた心があるので、このところに来ていらっしゃるんではないかなと思います。でもなかなか家族、周りの家族を見ても、日本人を見ても、また世界中を見ても、そんなイエス様を求める人はほとんど今ほとんどいませんよね。よっぽど苦しくなってもほとんどいないのが人間ではないかなと思います。で、その中でイスラム教徒の人たちはやっぱりどうやって救われるのかといえば、ほとんどの人がイエス様にの幻とか夢とかであって、ああと思って救われるのがほとんどなんですね、イスラム教の人たち。またユダヤ教の人もそうなんですよ。ここに一回ベンジャミン・バーガーさんという人も来ますけど、あれもどうやって救われたかという証を知ってましたけど、とイエス様から私はイエスだっていう幻でしたっけ、夢でしたっけを見て、あ、イエス様っていう人は、知ってたけど、その人が神なんだっていうことは全然信じてなくて、熱心なユダヤ教として生きていたので拒絶してたんですけど、その幻に出て、あ、イエス様っていう方を受け入れるっていう心になったんですね。で、今日読んだところでも、パウロも月足らずで生まれたものというのは私にも現れてくださいましたと書いてますけど、パウロも実はイエス様に会ったかは分からない、でも会ったって書いてあるので、どっかでは会ってるんですけど、声を聞いたんですね。まずは声を聞いて、ああ、私は今まで間違ったことをしてたんだ、キリシチャンを殺してたんだってことを気づくんですね。ですから本当にこのイエス様に出会うっていうことはとっても大切でして、特に顔と顔を合わせて、幻でも夢でもいいんですけれど、会うっていうことが本当に今大切なことではないかなと思います。最近の話でも、あるイスラム教の地域でしょうか、ある国のそういう地域でに、アメリカ人の宣教師が、あなたそこに行きなさいと神様に示されて、家族で行きなさいって言われて、でそこに
もうここイスラム教徒のところしかいないところなんだけどなと思ったんですだろうけれど、神様の言葉に従ってその家族で行ったそうです。そして行って 2,3 日後には3人の覆面をつけた男性がやってきて、で無残に殺してしまって殉教の死っていう感じで、数日ですよね、数日で殉教の死を遂げたそうです。でそのまた少し経ってから別な宣教師の方に、宣教師になろうとしている方にと、あなたが次そこに行きなさいという、家族を連れて行きなさいというふうに言われたそうですね。でその人もな、どう思ったのかは知らないですけど、ああじゃあもうこれは死ぬ覚悟なんだなっていうふうに思ったそうですけど、神様の言葉だから従おうっていう、すごいなと思いますけど、従おうと思って、その人はその後に、その人が住んでたところにしばらく経ってから行きました。そしたら案の定にすぐ 2,3 日したら、覆面をした男の人たちが3人やってきまして、そして彼を縛ってと目隠しをして、で、まあ、気を失ってたんだそうです。でその後ハッと目を覚ましてたら、この自分の目を隠してた脳を取られたそうですね。そして目を開いたら、そこにいっぱい男の人が、イスラム教の男の人が900人ぐらいいたんだそうですね。で一体私はどこにいるんだろうというふうに思ったら、その人たちが話すには、幻でね、幻でまあ、長く話すと長くなるんで、すごく短くしますけど、要するに誰か血を流している人に会ったんですって、であなた方が私を殺したんですよっていうふうに言って、全員その900人が同じ夢を見たんですって。でこれはどういうことだろうってみんなですごく考えていたら、その人が、その幻の人が、まあ、あなた方が殺したこの人の後に来る人がいますから、その人からお話を聞きなさいというふうに言われて、で あなたがその私たちが殺したと言っているその幻に出てくる男性を知っているようなので教えてくださいというふうにと言われたので、その宣教師の人は、あ、それはイエス様ですって言って、そのイエス様のことをその900人ぐらいの男性の人に語ったんです、だそうです。そしたらもうその人たちはイエス様を受け入れて、またその家族もじゃあ連れてきますって言って、とその家族の方々も連れてきて、そこでは本当に大リバイバルっていうんでしょうかね、まあ、その地域では大きな救いの技が起こったっていうことが、そういうクリスチャンの記事に入れて、そういう証が載っていました。いやーすごいなと思ったんですけれど、私たちの周りでもやっぱりイエス様現れてください。まずは私たち自身に現もちろん現れるように、イエス様とお話しできるようにと思いますけど、私たちの本当に家族や大切な人たちや、また日本の日本人も多分、まあ、イエス様に会わないと救われないと思いますよね。ですので本当にイエス様に、まあ、会っていただいて、書いていただきたいなって、それも一つの重要なリバイバルの全部ではないと思いますけど、重要な鍵ではないかなと思いますので、本当に皆さん と私たちの家族にイエス様が働いて現れて、救い がまたいろんな人生の働きが起こるようにお祈りしたいと思います。では一言お願いします。天のお父様、あなたがイエス様を私たちに表してくださり、素晴らしい奇跡の技を行ってくださることをありがとうございます。私たちのこの身近なところにも、また私たち自身にもイエス様が現れて、本当にその素晴らしい人生を変える技を成してくださいますようにお願いします。イエス様の名前にお祈りいたします。アーメン。ありがとうございます。はい、ハレルヤ。それでは先ほどの旧約聖書のエレミア、イザヤ、エレミア、エゼキエルとなっておりますが、エレミア書の一章、今日は私の言葉をあなたの口に授けたと題して語らせていただきます。一言、天のお父様ありがとうございます。今のメッセージを感謝します。神との出会い、キリストの出会いに、あなたが我々を導いてくださることを信じます。
どうぞこの御言葉を豊かに用いてください。イエス様の名によってお願いします。アメン。それではエレミア書の1章ですね。開かれましたならば、五節、一章の五節、そこをご一緒に読んでみたいと思います。いいですか？エレミア書の一章の五節ですよ。3、はい。私はあなたを体内に形作る前からあなたを知り、あなたが腹から出る前からあなたを性別し、あなたを国々への預言者と定めていた。はい、これは、神様が、はい、預言者エレミアさん二十歳ぐらいのこの青年エレミアに語った言葉なんです。私はあなたを体内に形作る前から、ね、妊娠する、はい、その前からあなたを知り知ってるんです。あなたが腹から出る前からあなたを性別し、性別っていうのは神様のためにより分ける、うん、あなたを国々への預言者と定めていた。これを二十歳の、はい、エレミアさんに語ったわけです。彼は、ああ神様ご覧と私はまだ若くてどう語っていいかそれは分かんない、預言者なんて到底無理だと思いますと、こう言ったんですね。新約聖書の方を見ますと、はい、ペテロの手紙というのが一番終わりの方にあります。私の聖書ですと415ページ、2節、ペテロの第1の手紙の2節ですね、はい、そこをご一緒に読んでみましょう。いいですか？3、はい、父なるペテロの第1の手紙の1章の2節ね、はい、1章の2節、はい、すいません、いいですか？ご一緒に読んでみます。3、はい、父なる神の予知に従い、御霊の清めによってイエス・キリストに従うように、またその血の注ぎかけを受けるように選ばれた人々へ、どうか恵みと平安があなた方の上にますます豊かにされますように。ここには、はい、キリストに従うように、はい、聖霊様によって清められ、キリストに従うように、その血の注ぎかけを受けるように、選ばれた人々、はい、選ばれた人々とこう言っております、はい、いつ選ばれたか、はい、いつ選ばれたか、はい、エペソ書の1章を見ていただくと、はい、1章の4節を見ていただくと341ページです。こう書いてあります。エペソの1章の4節、ね、341、いいですか？3、はい、すなわち神は私たちを世界のもとにの置かれる前からキリストのうちに選び、見前で清く傷のないものにしようとされました、はい、さっきは生まれる前からということは、はい、ここではもっとすごいんですね。神は私たちを世界のもとにが置かれる前から、6日間で神様の世界を作ったというのは創世記に出てきますが、その元に置かれる前から、世界を作る前から、すなわち永遠の昔からキリストのうちに、はい、私たちを選んだと、うん、それで神の前で清く傷のないものに、はい、しようと、はい、救われたものにしようとされましたという、はい、これを選び、はい、それを神様はあらかじめ知っていたということなんです。私は40分が来ましたら終わります。あと6分ぐらいです。で、先週は私の兄が9月16日、先週の土曜日ですね、はい、朝4時ごろ亡くなった。人工透析でずっと 4,5 年やってましたが、ついに亡くなった、うん、岡田議員で先生に聞いておったら、いや人工透析で25年生きた人もいますよというものですから、25年生きるのかなと思ってね、期待してたわけです、ひそかに、うん、亡くなった、うん、息子から電話があった、
そして先週の、はい、月曜日ですか、月曜日に、うん、お通夜が、日曜日にお通夜で、月曜日お葬式だ、私は日曜日いられませんので月曜日に夜行のバスで出かけて、そしてあの葬式に出席した8人の人が出席した、私といとこたちといとこの子供とか姉と姉の子供たちとか、はい、まあ、一番遠いのは名古屋から来たいとこの83歳の一番年上いとこ、うん、まだまだたくさん実はいるんですけれども、まあ、家族葬みたいなこっそりとやろうということが姉が提案しましたのでそれをやったんだ、うん、で坊さんを呼んだ、総統氏の坊さんを、うん、そしてあのお七夜までなんか7日目の集いまでそれも全部やっちゃった、まとめた、うん、で私はあの三人兄弟の次男、男性のもんですから私がみんなの前に最後に立ってね、はい、じゃあ乾杯しましょうとか言ってね、乾杯とか言うんですけどね、はい、であのコップであのジュースを飲んだりした、で私はその時に、はい、実はって言ってね、あの今から20数年前にイスラエルに行きました、一回行ったことがあるんだ、そして黄金門という黄金門があって、はい、そしてイエス様が再臨する時、はい、その門に入ってくる、だけど門は今塞がれている、その門の前で一行50人の人たちがお祈りしたの、一人一人、ね、神様祈っている、私は示されました、うん、兄と姉が、うん、神様に救われて神の祝福に預かるというその、ね、そういうビジョンというか、ね、思いが私の中に来たの、声を聞いたわけじゃない、幻を見たわけでもない、そういう思いが私の中に来たの、うん、それは私もですから二十数年間、1994年のその出来事なんですけど、はい、その時またイスラエルの首相があのピストルですか殺された年なんだ、うん、握ってたんだ、あの時のあの示されたことがこういう形で示されたんだなとこう思った、うん、で実はその1週間2週間前、私はこの兄が人工透析でだん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 弱ってきたもんですからね、あの断食祈祷してたんです、朝の1食だけ抜いてお祈りしてた、お祈りするっていうのは彼の携帯でお祈りしてた、1分間で祈りを聞かせてた、イエスも信ずるように私も祈って、ね、彼の罪が許され、彼の病が癒されますように、雅彦さんの罪が許されます、癒されますようにって祈ってた、それを彼も聞いてたんずっと、うん、それであの10日ぐらい過ぎた時にあの昼車の中で携帯が鳴って、そしてあの看護師さんから言われましたと、ね、電話かけないでくれと言われたんです、まあ、それから時々かけてもいましたけれども、はい、祈ってた、それをみんなの前で言いました、で私は今まで、ね、親戚の、ね、おばさんからおじさんから、はい、いとこから、ね、いろんな人たちをキリストに導くことができて、はい、今日こうして兄を、はい、キリストに導くことができるというふうに今神様から、ね、示されてあの感謝をしておりますということを一同の者またその息子さんにも話して、そして私はあの帰ってきたんですけれども、はい、東京まで夜行バスで行ったんです、夜行バスで行ったんですけれども、はい、その乗ってる乗客の私のつい横に真ん中の席に乗ってる青年がいた、彼山形大学の学生さんなの、学生さんで、うん、高橋さんという人のこの名刺をもらってるんです、彼が私にあの挨拶をしたりね、うん、そして私も挨拶をしたりしてたんだ、うん、だから朝になってね駅から降りて、それで東京駅まで歩いてきた、その間で話したんです、うん、山形大、あ、そうか、ね、私の長女は実はあの柔道部でね、岩手県代表なんかになってね、山形大にあの招待されて入学するようになろうとしてたんだよとこう言ったの、うん、あ、そうなんですかってね、で、実は山形大断ったんだって、断ってどうしたかというと、アメリカに行ってアメリカの進学校に行って、そして今牧師になってるんだというその話をした、うん、そして聖書の話をした、うん、それをね1時間ぐらいかかった、
あの梶橋の駐車場から、ね、東京駅の有楽町、あ、東京駅前までずっと来て、それで駅の前でずっと立ってた二人で、それで立ち話をしてた。それはね、イエス様のことを話したの。聖書のほとんどのことをね、私も1時間かかって話したの。彼ね、すごいその今時珍しいのか、今そういう人が多いのか知りませんけども、一切私に反論しない、うん、みんな受け入れてくれた、うん、いや、あなた今全部信じてますよね、うん、いや、その信じる救われるんですよ。じゃあ、あなたあのもうあなたと一回しか会わないだろうからってね、あの救われて帰ってください、分かりましょうよっていうのはそういう人は私にお祈りしたんだ。で彼もだからお祈りしてくれて、朝に来て、天の神様、天の神様、イエス様信じます、信じます、ね、私の生涯祝福してください、うん、それであのこの名刺ももらって、そこで別れ、いや、あ、別れたって、あ、そう、どうして洗礼までやんな、やんなかったなと思ってね、洗礼だって、これ山形大学のね、あの電話が、研究室の電話がね、あるね、工学部で、物質化学工学科の生徒さん、4年生、うん、いや、私もね、ものすごいたくさん東京に電車から夜行バスに行ってんですけどね、そういうふうに個人的にね、人を導いたっていうのは初めてなの。キリスト様のことを語った人はたくさんいますよ、だけどそれを受け入れてくれた人は初めてなの、うん、彼はね、無条件でこう信じてくれましたので、うん、だからね、そういう気持ちになったの、うん、そしてお祈りしたの、うん、それで別れた。いやー、兄のお葬式、うん、もうあなた来なくてもいいよとか姉は実は言ってたんだけど、急に考え変わってね、来てくれとか言い出したんで、田舎にもね、あの来てくれっていうことになっちゃった、うん、兄のね、死がね、このきっかけになった。この青年に福音を語って、彼が救われるきっかけになった。縁もゆかりもない人の青年。私がね、今ここにいるのは何かというとね、うん、それ私のね、父母が1歳の時、うん、あれ小学1年の時に急に亡くなりましたよ。一人は、肺血、肺なんだ。肺炎だ、うん、父は肺炎だ、母は心臓麻痺、ね、亡くなっちゃった、うん、その死が私を教会に導いた。あえて言うなら、私のその時いたいとこ、4つ年上の80歳のいとこの、ね、部屋、東京の三河島の家なんですけど、その部屋にカラマーゾフの兄弟、あのドストエフスキー、ね、1820年前のドストエフスキーのカラマーゾフの兄弟のその本があったもんで、私ね、夏休み、試験休みにね、10日間田舎に帰ったの。その時、隣の村の、ね、私の おばあさんの弟、ね、台湾にいたおじさんが戦争で負けて帰ってきた。総合商社の支店長をやってた人が帰ってきた。その人のところに訪問していて、そのカラマーゾフの兄弟、10日間読んで、10日目に、彼、私、東京に帰る朝、ぴょっと亡くなっちゃった。隣に電話かかって、亡くなりまして、おじさんが。それでその帰りに私は、ああ、カラマーゾフの兄弟、3人兄弟のね、ドミートリーという、イワンというね、そのね、宝刀息子、それから、ね、無神論者、そして一番3人目がね、アリョーシャ・アレクセイというね、これはね、あの神学校というか、修道院通ってるね、信仰者。この物語はね、三男のアリョーシャ・アレクセイの物語ですよと書いてある、どうせですね、扉に、うん、はい、それで教会に行った、うん、教会にということで、はい、先週はそういう出来事が起こりました、はい、何が、神の言葉を聞くっていう出来事を、神の言葉を話すっていう出来事、ね、エレミアさんは20歳の時に、ね、生まれる前から私はあなたが預言者、神の言葉を語る人に選んでるよとこう言う。
ペテロも世界の始まる前からあなたを選んでるよと言って、神様は私たちを選んでる、世の始まる前から選んでる、あなたをまた選んでる、神の言葉を聞くべく、それで神の言葉をまた語るべく選ばれてるんだということをどうぞ覚えていただきたいと思います。はい、天のお父様ありがとうございます。この時を感謝します。愛する神様の御名によってお祈りします。アーメン。はい、それではご起立ください。歌集の377番、戻り橋、これを歌います。それで最後の詩を終わります。初めての方はご自由にしてください。377番、感謝します。命があり力ある、あなたの御言葉全世界を作り、また我らを救いに導かれたあなたの御言葉の家に、そのキリストの家に心から感謝します。我らの罪を担い、病を担ってくださったイエス様、また両手両足に釘の受けられたイエス様、あなたの流された血潮を打たれた傷によってあなた方は癒されたいとのこの御言葉、感謝をいたします。あなたの癒しの御言葉、救いの御言葉を今信じます。聖霊様、お一人人の魂に触れ、また肉体やめるところに豊かに触れてください。イエス様の歌いで傷によってあなた方は癒された。イエス様の歌いで傷によってあなたは癒された、癒された、癒された。聖霊様、どうぞお一人人に豊かに臨んでください。あなたの御言葉を成就し、キリストの名に栄光が、感謝が、賛美が捧げられるようにしてください。イエス様の御名によって真に感謝して祝福します。アーメン。それではハレルヤハレルヤ、聖霊と祝福を捧げます。リビングの14番、主イエスキリストの恵み、父なる神の愛、聖霊の親しみを交わり、御前にあります愛する兄弟姉妹たちとともに、今も後もよいよ限りなくあらんことを。アーメン。どうぞ。
座りください。潮のクラッカーお知らせ、今日はジュニア聖戦テロ、はい、という若者の集いになっております。今週は、はい、阿豆県公会堂の緑園の天使という、はい、このエリザベス・テイラー。